さあ、そしてすでにですねステージ上にお越しいただいているんですけれども、いよいよこの後午後1時からメインイベント、結城真央美さんをお招きしてのマオビクスをお届けするんですが、その前にですね、こちら配信ステージには素敵なゲストにお越しいただきました。第8回太田スポーツ健康フェスタの公式アンバサダー、そして大人気の美容ファッションライター川上桃子さんです。川上さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、お忙しい中今日はこちらの配信ステージにお越しいただきましたけれども、はいはい、今回川上さんはこのイベントの公式アンバサダーということで、はいはい、活動していただいたんですけれども、はい、やっぱりその活動の中でのポイントというのは、すでに YouTube でもね事前に配信をしていました、はい、そうですね、ビューティーチャレンジですよね、うん、はいはい、実際にビューティーチャレンジではどんなことに取り組まれたんでしょうか。そうです、大田区 の5人のゴレンジャーさんって、はい、名付けている女性の方々と一緒にいろいろ運動を、はい、自宅でできるような運動を、ね、はい、ちょっと配信させていただきました、はいはい、これからも配信は続くので、うん、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。はい、やっぱりあれですかね、こうスポーツ運動するのに仲間がいるっていうのは、うん、パワーになるものですよね。もちろんです、すごい楽しかったです。皆さんやっぱりあんまり運動がすごく得意という方ばっかりじゃなかったので、私もそんなに運動が得意じゃないんで、この同じ感じで成長できて良かったと思います。なるほど、はいはい、楽しく会話も楽しみながらということですね、はいはい、そしてとてもねこの画面上でシャツのピンクがパッと映えているんですけれど、こちらもゴレンジャーの皆さん揃いの衣装ということで、みんなで衣装も揃えてちょっと気合を入れてということで ね、はい、頑張らせていただきました、はいはい、今のお話の中でスポーツそんなにこう得意ではないっていうお話があったんですけれども、はい、どうなんですか、こう小さい頃から何かこうスポーツに取り組まれていたとか。そうですね、なんかテニスやったりとか、はい、まあ、一応ちょっとスポーツはバレーボールやったりとかしてたんですけど、うんうんうん、でもやっぱりどれもあまりものにならず、なんかこうヨガとかもやったりしても、はい、そんなに長くは続かずっていう感じが多いですね。でもやっぱり年も年なんで、定期的に運動しないとやっぱ体に良くないじゃないですか、うん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 、まあ、だからなるべく動くようにしたり、はい、パーソナルに行ったりとか、なるほど、そういうことはするようには心がけてます。はい、パーソナルトレーニングっていうのは実際にウェイトを使って、うん、そうです、そうです、そうです。じゃあ結構本格的なトレーニングも今は取り組まれている、ね、ということですね。とはいえちょっと私膝とか腰が悪かったりするんで、うん、ちょっと先生にその様子を見てもらいながらやってる感じですね。なるほど、はい、そういったねこうプロの指導、トレーナーさんの指導があるっていうところも安心して続けられるポイントになりますよね、うん、はい、はい、このビューティーチャレンジの中で私も事前に動画拝見させていただきまして、はい、二の腕とかお腹とかお尻とか、うんうん、いろいろな、ね、フィットネス取り組まれていらっしゃいましたけれども、実際そちらに取り組んでからこう体の変化とか調子とかいかがですか。変わりました、やっぱり変わりました。歩き方とかもいろいろ教わったりとかしたんで、うん、普段の姿勢ね、はい、すごく大事ですよね。あとなんか簡単なことがすごく多いんで、はい、自宅でちょっとの空き時間とかにできたりすることを教えてもらえたので、すごくためになりました。こう思い出した時にちょっとできる、うん、隙間時間でできるっていうのね、うん、嬉しいところですね。そうですよね、はい、そして川上さんといえば、はい、美容ファッションライターとして活動されていらっしゃって、はい、インスタグラムのフォロワーも5万人ですか。そうですね、はい、本当にたくさんの、ね、方に支持をされていらっしゃるんですけれども、健康と美容って、はいはい、やっぱりこうつながってくる部分ありますよね。あります、あります。やっぱり体が健康じゃないとお肌も荒れてしまったりとか、はい、体調が良くないとどうしても顔色が悪くなってしまったりするんで、やっぱり健康な体があってこそなんでね、うんうん、基本は体ですよね、やっぱり。いや、川上さんも本当私は今日初めてお会いさせていただいたんですけれども、はい、元々肌も白くていらっしゃるんだと思うんですけど、もうとにかくお肌がとても綺麗で、ありがとうございます。いや、羨ましいなって。やっぱりそういうね、日頃からこう得意じゃないとはいえど、自分の体のためにいろいろ継続して取り組まれているところが、そういうところにも現れているんですよね。大事ですよね。お肌も本当に日々継続が大事なんで、まあ、健康もね、運動もやっぱ日々なるべくやることが大事ですよね。はい、ね、小さなことでもコツコツというところですよね。本当にそうですね。はい、でそのね、川上さんインスタグラムでも本当に大人気で、たくさんのフォロワーさんいらっしゃる中で、インスタライブを生配信、はい、かなり積極的にされていらっしゃいますよね。はいはい、今日も来る前も、はい、車の中で配信しながら、これから大田区に
行くよっていう話をしながらみんな見てねって言いながら来ました。はい、ということは今ドドッとフォロワーの皆さんがこのチャンネルご覧いただいているんじゃないかと思いますけれども、見てくださってるといいですけど、はい、ね、ファンの方多いでしょうからね。あのそのインスタライブでこう特にどういったことを中心に配信されていらっしゃるんですか。はい、そうですね、結構いろんなことやってるんですけど、うん、まあ、基本はビューティー関係のことが多くって、はい、まあ、スキンケアのライブをやったりとか、うんうんうん、メイクのライブをやったりとか、はい、そういう感じが多いですね。はい、あのその中でこういろいろと、ね、ご覧になっている方もでフォロワーさんもいらっしゃると思うので、まあ、あの知っている方もいれば今日初めてこれをきっかけに知るという方もいらっしゃると思うんですけれども、なんかこう最近おすすめの何でしょう、美容法とかこんなの使うといいよとかそういったものって何かありますか。最近実は私マッサージガンを購入したんですよ。であのすごくよくって、はい、筋膜リリース家でやらなきゃやらなきゃと思いながら、はい、ちょっとあんまり続かなかったんですけど、うん、マッサージガンがすっごい気持ちよくって、今日も来る前に、はい、来る前にとか控え室で、はい、やってたんですけど、控室にもそうできたんです。もう出張とかも必ず持って行って、むくんだ日とかもう昨日も夜も寝る前にやったりとかして、すごい便利で最高って思ってます。買う価値ありですね。ありますありますあります。なんか安いのは2900円ぐらいからあるみたいなんですけど、はい、なんかそういうのでも意外といいみたいで、フォロワーさんが見て買ってくれた方結構いらっしゃったんですけど、なんかいいみたいなのでぜひぜひおすすめです。あの筋膜リリースって最近すごくよく聞くじゃないですか。で、私もこうなんかテニスボールとか、なんかこうローラーとかでやろうとは思うんですけど、なんか痛いですし、なんか合ってんのかなとか思いながらやってますけど、そういったアイテム、ね、一つ手に入れていただくのもいいかもしれないですね。マッサージガンすっごく気持ちよくって、あの無理ないぐらいにできるのでいいですよ。それはいいですね。はい、ぜひぜひ皆さんもちょっと参考にしていただければと思います。さあということで、はい、時刻ももう間もなく午後1時になります。はい、この後はですね、本当に心待ちにしていた方も多いんじゃないでしょうか。いよいよ今日のこのフェスタ最後のプログラム、スペシャルゲスト結城まおみさんが講師を務めるマオベクスが始まりますよ。実は川上さんは結城さんと親交があるんですよね。はい、きっかけはどういったことだったんですか。きっかけはあの共通の友達がいて、うん、それでちょっとラジオに誘っていただいたのが一番最初で、はい、一緒にラジオの番組でさせていただいたんですよ、まおみさんの。あ、なるほど。はい、じゃあそれをきっかけに今でも進行が続いている、ね、ということですね。はい、はい、ではまた後ほどですね、川上さんも一緒に結城さんと、はい、お話を伺えればと思います。はい、この後配信最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあそれではご覧いただいている皆さん、大変長らくお待たせいたしました。本日最後のプログラム、マオビクス講師の結城まおみさんの登場です。結城さん、よろしくお願いします。